メディア学部と街づくりにはどのような関係があるのでしょうか。村井くんはこの八王子祭りでスマートフォンを使った実験を行いましたね。はい、こちらのビーコンを山車に設置し、近づくだけで祭りの歴史などを知ることができるようにしました。ビーコンからは微弱な電波を発しているので、スマートフォンを近づけるだけで情報が入ってくるという非常に便利なシステムです。祭りの関係者の皆さんの様子はどうでしたか。そうですね、伝統ある山車に設置することに抵抗を感じた方もいらっしゃったと思います。ただ商店街のイベントなど2年前からお手伝いしており、普段お世話になっている方々のご協力もあり、最終的には19台の山車に設置することができました。町の方々との信頼関係が非常に大切ですね。これからもメディア技術を活用して町づくりに貢献していきたいと思います。